こんにちは。こんにちは。こんばんは。ねんねんボーイのひなりでーす。たくみです。はい。今日はですね。はい。何ですか。今日はですね。はい。ドライブデートに来ているんですが、うん、せっかくなので皆さんとドライブデートしながらなんかこう一個テーマを決めてそのお話について二人でね。うん。ゆるくね。語り合うというグータンヌーボ的な。何グータンヌーボって。グータンヌーボ知らないの？ボジョレヌーボーみたいな感じ。全然違う。私的、まあ、ボジョレヌーボー的なことだよね。言ったらまあそうね、まあ、そうだね。ボジョレヌーボー的な感じでやっていこうかなと、はいはい、思います。ということで、たくみさん運転お願いします。はい、わかりました。何について話すの今日は。で今回は、まあ、最初だし結構なんかやっぱ DM でも来る大雑把に恋愛に関していこうかなって思ってます。はい、で最近こうよくねめちゃめちゃ聞かれるんだけど、会えない時どうしてますかみたいな。なるほど。遠距離恋愛、私たちも遠距離恋愛ではないけど、まあでも家は近くないし、結構家は遠目で、で仕事が私は平日あるじゃない、うん、だから会って土日しか会えない、ね、基本的には。だから週1回か2回、2回会えたらラッキーだねぐらいの感じだと思うんですよ。だからそういうね共感じゃないけど、うん、仕事が結構忙しくてお互い会えないとか、うん、まあ距離的に遠距離恋愛で会えないとか、うんうんうん、そういう時になんかこうやっぱ寂しくなっちゃったりとか喧嘩になっちゃったりとか、うん、そうね、別れる原因になりがちだと。わかるわかる。会えないとやっぱダメ？うん、なんかなんだろう、なんか僕個人的には会いすぎも良くないと思ってて、やっぱ会いすぎるとお互いの気になる部分とか普段は見えない部分が見えてきちゃうんだよ。そうね。それって別にいいことっていうかいつかは知ることだなんだけど、うん、会いすぎることによってそれが短期間に集中まとまってくるの、うん、気になるとこ嫌なところが短期間でグッて増えてくると、うん、ストレスが溜まってるかように感じちゃうし不満が多いように感じちゃう、うん、から会うのは頻度を考えた方がいいなとはいつも思う。じゃあ理想の頻度は週2くらいかな、ベストは。多分別に会いたくないわけでもないし、週3回会ったからは今週会いすぎたとか全然思わないんだけど、まあ、なんか冷静に考えたら週2くらいが一番ベストなんじゃないかなと思う、うん、かな、うん、なんか私は割と会えなかったら会えなかったでっていう受け入れ体制があるんですよ。会えるならば別に全然会いたいんだけど、うん、会えなかったからってなんかめっちゃ好きじゃないかもってなることはなくて、だからなんか会えなくて寂しい時はあるから結構私は電話をしますね。そうだね。男の子ってさ電話苦手な人とかあんまりしない人とかが多くて、私の場合仕事終わりにさ駅から家ぐらいまでの 10分15分ぐらい、うん、に電話をすることがほぼね、うん、家でなんかめっちゃ暇だからっていうんじゃなくて、もう10分って定まってるから、逆に言ったら相手もなんかやることあったとしても10分だったら多分会話してくれるかなって思って、忙しいとかじゃなければね、その時別に出れなかったら出れなかったら全然いいんだけど、うん、っていうあれで電話をしているから、私的にはそういうなんか決まった時間がある方が軽い気持ちで出てくれるのかなって思って、まあ、まあまあだから普段電話しないからいきなり電話かけてみようっていうのもありだと思うんだけど、うん、普通にやり始めたら嫌だと思う人もいるかもしれない、まあ、そうそうそう、それが難しい、嫌な人はいるとは思う。電話が嫌い云々じゃないかもしれない、それは。いきなりかけてくること自体が嫌っていうこと、電話は別にいいけど事前に言ってほしいとか、いきなりかけるのも、まあ、1回はいいと思うけど、うん、味を占めて何回もやるのはちょっと、うん、って思っちゃう。いや別に俺はいい人だからいいんだけど、そういうこと。そうでもなんかね、思うのは会えなくて寂しいとかそういう感情をあまり私が今持たないのは、たくみくんの LINE がすごくマメなのよ。まあ、ね、そう、ね、友達の話聞いてても本当思うくらいマメじゃない。だから男の人って割と LINE の返信遅いって言うよね。いやそうそうそう、だからすごいそれに悩む人すごい多くて、どうしようもないじゃんこっちには。返信をしてほしいって思ってたとしても言ったからできるようなことでもないじゃない それ。これってもうよく LINE の頻度どれくらいしてますかみたいな。あ、よく売れるよね、電話と電話頻度とかね。本当に毎日なの、本当に毎日だし、そのやっぱ仕事だったりとかでさ、いつ自分が返すかにもよるんだけど、付き合ってから LINE してない日が多分ないの。ないよ、それはないと思う。ないよね、うん、どんなに忙しくても僕もひなりも携帯割と見る方なので、来てたら返すからね。日常化しちゃってるからさ。そう、逆にたくみくんがテストとかで 2,3 時間ぐらいさ携帯をいじれなかったりする時があるじゃない、うん、そういう時に勉強とかでしょ。そう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 、勉強とかでもテスト中とかでも何時間か携帯を触れませんっていう時に、え、なんかいつも何してんだっけくらい決まりになる時がある。そう、うん、ぐらい結構してるから。溶け込んでるってことでしょ、日常に。うん、来たらすぐ返すのが割と当たり前になっちゃったかもしれない。なんか僕
は勉強してる時以外は多分本当に携帯ずっと触って ずっと触ってるとか身の周りに置いてる。それはなんか仕事の連絡とかもすぐ返せるようにも含めてなんだけど、てか、まあ、やっぱり仕事をするにおいてレスが早い人は絶対信用されるから、社会人になったら絶対みんな思うと思うんだけど、レス早い人の方が絶対ね得すんだよ。そう、僕はそれをなるべく心がけるようにしてるか、なるべく置いてるんだよ身の周りね、うん、でそうなってくると連絡来たら、まあ、友達とかはねそんな来てすぐ返したりしない時もあるんだけど、全然で左に関しては別になんかその駆け引きの必要がないからだろうね。そう、どう思うとかもないじゃん多分、うん、まあまあ普通に返して、普通に返すのが普通って思っちゃってる。家族ラインみたいな感じだよね、うん、そう。でもなんか何話してるかって言われると、うん、そうだね、難しいよね。超どうでもいいこと話してる時もあれば、真面目なこと話してる、真面目な話してることもある。まあでもなんかそう、トータルして会えなくて最近会えてないの、会いたいなって思うことはあっても寂しくて気持ちが離れちゃうとか、そういうことはないです。でそれ多分お互いが結構こまめに LINE するのが嫌いじゃなくて負担じゃないからこそかなって思うし、これに関しては多分毎日のことだから、お互いのその性格とかに合わせて、まあ、ルール化しなくてもいいとは思うんだけど、もしどっちかの気持ちが離れるようなことがあるのであれば、ちゃんとルール化して方がいいのかなっては思う。長く続けるためにも難しいよね、ルール化するの。難しいけどね、多分束縛に感じちゃう人も多いと思う、束縛は俺が左に、いや私ないけど、まあなんか焼き餅焼きではあるんだよ。あ、焼き餅ぐらいだな。そう、でも多分それぐらいで整ってるから、うん、実際にその束縛することまではいかないけど、焼き餅は焼いてる。なんかでも焼き餅焼いてんのも、うん、その時だけで。あ、そうだね、割と寝たらどうでもいい。なんか別に女の子と遊んでほしくないわけでもないし、前提としたらそもそもあんまり異性と遊ばないから俺お互いが。そうだね、なんか幼馴染とか、うん、あと知ってる人、高校こういう友達がいてさって言って話す中に出てくるような人としかあんまり遊ばないから、うんうん、そうだね。まあまあ多分そんなに多くないっていうのもあるし、割と異性とかそういうことは関係なく友達とは付き合い大事にした方がいいよねって思うタッチだから。そうだから本気でマジで嫉妬しててマジでやめてほしいんだよね本当はって思ってることは多分一個もない。ないマジで。で例えばその遊びが結構長くて 2,3 時間あんま LINE できなかったとか、ちょっとすねたいっていうだけあ、そうなんだよね、直してほしいじゃないとかじゃない。そう、ちょっといつもは別に取んないから、そういう態度を取ってごめんねってちょっと言ってほしいぐらい。わかる。そうなんだよ、そう、それなのそれだよね、うん、多分お互いそれだよね。めっちゃ可愛い嫉妬で、直してほしいわけでもなく遊んでほしくないわけでもない、ちょっと言ってみたいちょっとごめんって思わせたい、ちょっと困らせたいみたいな感じかな。そう、多分これはもしかしたらだからめんどくせって思う人はめんどくせって思うかもしれないね。でもまあそれって住んでるからまだいいんじゃないと思うけど俺は。それがなんか本格的に嫉妬になってきて束縛になってきた方がめんどくさい俺は。確かに、ごめんなってなるそんなもんでもごめんなって言って本気で直してほしいんだろうなとも思わないから、それはお互い分かってる。お互い分かってるよね、うん、言いたいんだなって。そう、ごめんだからその分構ってあげるねってなる、うん、で終わるから全然嫌だとも思わない。むしろなんかそれを見て、あ、まだちゃんと出してくれるな、嬉しいなってなる。まあなんかそれがたまにだからこそ思えるのもあるかもしれない。まあただその距離感の問題難しいよね、それぞれ違うから。え、でも女の子は割とちょっとある気がする。男の、まあ、あると思う。彼氏にちょっと嫉妬されたいじゃん。嫉妬されたいっていうか、されたらちょっと嬉しい、ガチおこじゃなければ。なるほどね。うん、暗くなっちゃったね。ちょっと動画顔映ってるのかも不安なんだけど今ね。うん、暗くなってきてしまったので、そろそろ今回のなんか新鮮で面白いね。なんか気にせずこうグダグダ喋るのもありなので、あの皆さんもコメント欄にその都度思ったことを、いやいやこうでしょみたいな感じで、うん、賛否両論あってほしいなと思うので、うん、私たち個人の考えであって正解とかそういうわけではなく話してるので、うんうん、こうであるべきだよね、こうだといいよねっていうのを話した感じなので。そうね、あのいや私は本当はこう思ってるよとか言ってくださると、またそれも見てて面白いかなって、2人で見ながらちょっと会話しそう、うん、それ確かにね、それもちょっと楽しみにしたいかなというふうに思います。はい、はい、ということで、はい、この動画の最中めちゃめちゃ顔が赤くなる時があるなと思ったのはこういうことでチャンネル登録よろしくお願いしますということで、また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。